PA さんって一体まずそもそもどういう仕事なのか、どういう役割なのかっていう質問があって、何の略かが知らん。PA はパブリックアドレスの略で、そうなんですよ。公共演説、これ結構面白い話で、その演説、やっぱりその演説をなんかこうヒトラーから来てるっていう、あのそう、やっぱ戦争中とかの演説でこう、あのロシアとアメリカとか、まあ、ドイツとかもそうだけど、やっぱその辺がこうなんていうの、みんなやっぱり声を覚醒するにあたってこう機材をなんていうのかな、あのブラッシュアップしていったみたいな、その辺でがどんどんこうあのテクノロジーが上がっていったらしいんですけど、はい、っていうことから始まっていると聞いてるけど、実際どうか知らないけど、ほら今ラクちゃん喋ってるのにもう反応しか見てへんやんか、みんなラクちゃん誰も見てへんやんか、バリ聞いてる、バリ聞いてる。でも今ね、リスナーちゃんとただ PA が分からんっていうのはコメントを見て言ってたもんね。俺も見ててさ、ね、そう、うんうん、だから見てんねんで、ちゃんと説明、前ちょっと俺のことって思ってるかな。広島の人が来ると思ってね、広島カープも、うん、今どうせ未来さんは第2部のスペシャルゲストは皆さんご存知、素晴らしいシンガーソングライターであり、情熱的なポルノ役者であり、動くたびに足首をひねるダンサーである前健こと前野健太さん、元気ビンビンで来ていただきました。よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、エルサレム、今いい感じ。じゃあ私の、書いた川柳、お題が嗅覚後ろで、私がその第1回というか第0回、はい、うん、はい、原宿で見てですね、思ったこと、ポポン発情の山川谷を積み上げて、発情の山川谷を積み上げて、発情の、いや、発情の山川谷を積み上げて、俺がパッて、まあ、客席にいて、んで、周りはね、ほとんどやっぱ女性だったんだよね、うん、で、ほんでこう上半身さ裸でさ、下がこう、まあ、ラフなさ、あのなんかあの布一枚みたいなさ、そこで来た時にさ、やっぱチンチンがさ、チンチン、あ、いいね、チンチンが盛り上がってた、盛り上がりだった、うんうん、あのほんでそこにまずやっぱ目が行ったんです、僕はね、うん、俺はね、うん、ああ他のお客さんがどうか分かんないけど、あ、チンチン盛り上がってんなって、まずね、でその時にこれはメッセージなのか、はたまた偶然なのか、偶然集めてなのか、うんうん、集めたものなのか散らしたのか、俺にはまだ分からなかったけど、まずそこにグッときた、うん、グッときたっていうか、そこに目がいってしまったのね、あ、チンチンが盛り上がってるぞって。でちょっと待って、何なんですよ、発祥の山季節にいいですよ、うん、あの緑の人たちが、緑がね、
あれ自然に見えないんだよね。やっぱ自発的に見えるんだよ俺には。ああ芽吹き、芽吹きなんてもう芽吹きますって言ってるよな。うんうんうん、芽吹きも芽吹きますって聞こえる聞こえる。あの新緑の季節の、うんうん、あの香りって、うん、精子の匂いに感じる。はい正解。それあれでしょ、うん、胃腸でしょ。いやいや、わかりました。めっちゃわかりました。めっちゃ匂う、まあ、正解なんですけど。あ、よかったよかった。じゃあブンブン、あのさっきのノンと一緒で、うん、ちゃんと素直に言ってみた。ちょっと静かしてもらって。